皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は穴埋め問題です。英文が日本語のみになるように空所に単語を書きましょう。1番、私たちは平和に暮らしたい。英文は We have to live the cool and the peace となっていますね。 We have to live で私たちは暮らしたいと、そして peace が平和ですから、ここの部分で平和に暮らすという意味になるように単語が入ります。2番、私はいつかロンドンを訪問したい。英文は I want to visit London、 そして空欄が2つですね。前の I want to visit London で私はロンドンを訪問したいという意味なので、この2つの空欄でいつかという意味になるように単語が入ります。3番、トムは友達に会うために外出した。英文は Tom went 空欄 to meet his friend、 こうなっています。この went は go の過去形ですね。です。Tom went ですから、Tom は行ったと。そして空欄で to meet his friend となっていて、to meet his friend、 友達に会うためにですから、この went 何々で外出したという意味になるように単語が入ります。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生し、正解を確認しましょう。正解はこちらです。私たちは平和に暮らしたい。 We have to live in peace. We have to live in peace. Live in peace で平和に暮らすという意味になります。2番、私はいつかロンドンを訪問したい。 I want to visit London someday. I want to visit London someday. Someday がいつかという意味です。3番、トムは友達に会うために外出した。 Tom went out to meet his friend. Tom went out. Went out は go out. Go out で外出するという意味ですね。 Went out で外出したということになります。答えはこのようになっていました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。